しい美味しい思い出す、なんか昔あのお母さんと喫茶店来てた、今クリームソーダって頼んで、今ね、映えみたいなのね、はい、メロンソーダ、ね、めっちゃ流行りやから、エモいやつですね、はい、分かってんのほんまに自分分からんからってエモい、エモい、分かりますエモ、ほんまに。梅田は、はい、大阪駅前第1ビルにやってきましたけども、はい、まだやっぱりお盆なんですよ。そうですね、結構シャッターがお盆の最後の最終日ぐらいなんですけど、やっぱ閉まってる店多いね、はい、ちょっと寂しい感じになりますね。なんかちょっと寂しいね。そんな中、今日開けてくださってるんですよ。あ、今日のために開けてくださった。今日のためじゃないと思うな。今日開いてるんですよね、ここコーヒーハウス木場さんです。木場さんすごいですよ、看板がもう3つもあるからね。いやほんまですね、すごいですね。ちょっとじゃあお邪魔しましょうか。行きましょうか、うん、はい、お邪魔します。お邪魔します、お邪魔します。ここカウンターでいいですか。いい、なんかこう照明のこう明るさがいいよね。そうですね、一番落ち着く、いい明るさです。大阪駅前第一ビルで43年営まれる喫茶木馬。落ち着いた雰囲気を求め、近隣のビジネスマンたちが憩いの場として利用する人気のお店。なんか飲み物を頼みましょうか。頼みましょうか、はい、ちょっとメニュー見せてもらっていいですか、はい、ただ私はコーヒーがね苦手な、飲めないんですよ、はい、代わりにフェミニーナがコーヒーは飲んでくれる、はい、コーヒー好きなんで、はい、ありがとうございます。おすすめのコーヒーがあるんですか、はい、コーヒーの中でもいろいろありますけど、はい、マンデリンがおすすめです。一番スペシャルってマンデリン、インドネシアのコーヒーなんですけど、ちょっと私はそのおすすめのマンダリン G1 スペシャル、はい、お、はい、お願いします、はい、じゃあ私はクリームソーダにしようかな。はい、かしこまりました、うん。でもなんかね、働いてる方結構お若めな感じの人多いのに、お店の雰囲気めっちゃ歴史ある感じに見えますよね。歴史、まあそうだね。でも何回か綺麗にしてるんじゃない？ああ、なんかそんな気がするな。本当はコロナ前に壁紙とかは変わってるんですけど、うん、このお店自体、木場自体は何年やられてるの？お店自体は1980年創業なので43歳です。43年、はい、いや、あれしよるお姉ちゃん、そう、生まれる前からあるのよ、ね、はい。ママは何年やられてるの？私は、去年の4月から引き継いだので、まだ1年半。なるほど、ね、だから代替わりしたんだね。そうです、そうです。2代目？3代目。3代目、すごい。いただきましょう。いただきましょう。どう？かわいい器。どうも。いいですね、なんか最近シンプルなカップが増えていく中で、うん、このこういったカップも、ね、あの先代のママが置いてくれたもので、引き継いで、歴史があるのよ。そうです。注文が入ってから一杯ずつ丁寧にサイフォンで入れるコーヒー。この日勧めてくれたのは、酸味が少なくコクの深いマンデリン。いただきます。呼ばれて、あ、美味しい、うん、ね、すごい飲みやすいです。しっかり苦みがあるけど、はい、喉に引っかからん系の、はい、スッと入ってくる系のコーヒーです、はいはい、じゃあ私も食べようかな、はい、そうだ、どう食べようかな。やっぱクリームをちょっと特製ちゃんとした方がいいの、そのまま行こうがいい。まずは、はい、そのまま、まずはじゃあそのまま行きます。あー、懐かしい、美味しい思い出す、なんか昔あのお母さんと喫茶店来てた、いつもクリームソーダって頼んでて、こうやって食べてたな。こうやってちょっと下からこうクリームソーダのソーダとアイスを混ぜて、でも今ねメロンソーダめっちゃ流行りやから、あ、流行ってんの？そうですよ、あのエモい、エモいやつです。分かってんのほんまに自分分からんからってエモい、エモい、分かります。ほんまに今おいくつです？49です。49、私と同い年ですよ
分かってる。エモいって分かってますよ。エモいってどういうこと？これがエモいわけ。なんかエモーショナルのエモいですよね。ですね。で聞いたことがあります。だからフェミじゃなくて、うん、ママに聞いたって。なんでお前の。これがエモいってどういうことなの？エモーショナル。分かってない。分かってない。昔ながらの懐かしいってこと。そうですそうです。なんか今それは私言うてたよね、さっきお母さんに言ってて、あ昔思い出すって言ってたんか。それは通り。それはメモリーじゃないですか。じゃなくて経験してない子らがその昔っぽいっていうのを困難かなって言って体験しに来るみたいな。はいはいはい。なるほど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 。ね、あるもんね。見せてくれたらよかった。なるほど。そうさ、経験してたらあかんのよ。そうですね。メモリーなんですね。メモリーになっちゃうから。あ、なるほど。そういうことで。おすすめの食べ物は何があるんですか？ケーキが全部手作りなの、お店で手作りなんですけど。結構いろいろあるよ、はい、フレンチトースト、レモンケーキ、チーズケーキ、ガトーショコラ、アフォガート。おしゃれなもん。じゃあもうね、これさっきチロッと見た時にもう決まってるんですよ。めっちゃ好きなのがあって。エモい？それも。あ、これあんまエモくないです。映えの最近系です。あ、そうなの。ブームが一回すごい来ました、うん、どれの？この中の、うん、どれのブームに来たの？バスクチーズケーキ。あ、そうなんや、ブームが来たの。めっちゃ好きで専門店とか結構回るぐらい好きなんです。バスクチーズケーキは、うん、あのこのマンデリンとの相性がペアリングがすごくいいので、そうなの。はい、まずそれコーヒーとの相性じゃなくて、うんうん、そのマンデリンとの相性がいい。そうですね、マンデリンの。じゃ違うコーヒーになるとまたケーキも変わってくる。そうですね、あの、そうなんですね、はい、組み合わせがある。じゃあチーズケーキにする？バスクチーズケーキ、いいですか？美味しい子頼んで。私はもうチョコレート大好きやからガトーショコラです。バスクチーズケーキって流行った流行った。なんでそんな納得できてないんですか？ああ、早い、そこ来た。いや、なんかすごい。でも美味しそう。分厚さが好き。厚みが大好き。いや、美味しそう。あ、これ絶対美味しいよ、これは。ずっしり感もあるし、フォークがストンと落ちないんですよ。蜜になった感じが絶対美味しい。うん、最高。これはコーヒー合うと思う。甘すぎず、ちょっと苦味もあって。美味しいね。最高。バリバリいける。二口目いった。じゃあちょっと私もバスクチーズケーキ。めっちゃ綺麗な色。ね、うん。いただきます。うん。うん。どう？もうほんまに中のクリーミーな感じとかもめっちゃ美味しい。あ、めっちゃわかります。なんかそれコーヒーが。なんかモカ系とかやったら重い方が多分合うけど、このぐらいがちょうどいいのめっちゃ分かります。コーヒーがじゃあ重めやからケーキが軽めが合うってこと？あの重量感は同じぐらいの方が。そう、うん、苦みはあるけど喉越しが結構サラッとしてるんでちょうどいい感じが。なんでちょっと悔しそうな顔するんですか？重量感ってなんかそのさ、プロが2人話してるみたいなさ、すごいなんか仲間外れ感あるわ。仲間外れされたみたいな、ね、あの重いワインやったらチーズあうったりするじゃないですか、はいはい、分かる。のと一緒です。そうです、そうです、そうです。重いっていうのをわざわざ重量感ってなんか無理やり言い換えてるっていうこと。急になんか2人敵みたいな、お前ら言いたがりやろみたいな空気出すのやめてます。だってなんか重量感とか言い出したからなんか同世代で仲間やと思ってたのに急にこっちに行ったから。ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でお二人の話を聞いていきます。お互いに直してほしい箇所ってあります、うん、あ、直してほしい箇所ちょっと怖い。いや、ないかな。うん、じゃあさっきやったら言っていいよ。多分こう、まあ、今の質問で言ったら出てこないかなって思ったんですけど、うん、あの後輩にもうちょっと興味を持ってほしい。いや、でももうその通り、全く興味を持ってないから直してほしいとかもそんなにないっていうか、ないんだろうな。もう思いつかないのよ。
本人に特に多分絶対言わないじゃないですか。あ、直接、はい、やめてくれる、なんか陰で言うてるみたいなさ、陰でも言ってないの、陰でも言ってないのよ。だからほんまになんかそれぞれみんな好きにやればいいやんっていうのがあるから、それがその子の良さやったりもするし、あ、なんかそれはもう好きでやってんやったらそれでええのかなとは思うけど、やっぱ奈良さんより下の人間はなんかちょっと一言欲しいってみんな多分思ってると思いますよ。治りませんねこれは。